ハロー YouTube, えー、お久しぶりでございます。えー、一人語りシリーズでございますが、えー、今日はですね、えー、ちょっとツイッターで、えー、プチバズったですね、苦問式問題について、えー、語っていきたいと思います。えー、皆さんご存知の苦問式、えー くもんイクモンで有名なあのくも式なんですけど、えー、結構昔からあってですね、えー、まあ、実はですね、元当社の社長の健治さんがくもん式の本を、えー、作ってそれでくもん式はバズったらしいんですけれども、そんなことは関係なくですね、くもん式の問題点について私なりの見解を述べたいと思っております。えー、僕はですね、実はあのずっと小学校公立の小学校通ってたんですけれども、ずっとテストの点はほぼ 満点でですね、一番早く何の問題でもですね、他のクラスメイトには負けずに解いてたんですけど、唯一ですね、小学校3年生の時に出てきた筆算ですね。えー、筆算の問題でですね、解くスピードで負けてしまってですね、ちょっと悔しくて、なんでだと。 何で俺は負けるんだということで、2、3人の生徒だけに負けたんですけど、圧倒的にそいつらだけ早くて、なんじゃそれはって聞いたらですね、苦問式の塾に通ってるということで、なんだその苦問式はということで見に行きました。そしたらひたすらですね、その筆算のドリルを解いてるわけですよ。 えー、その、早く解くためのテクニックを教えるという、誰にで、誰でもですね、えー、早く、その計算ができるようになるっていうテクニックを教える軸だったわけです。えー、そのやり方を見てですね、テスト問題、これ体験入学なんかで、テスト問題も解かせてくれるんですけど、そのテスト問題解いて瞬間に、あ、これ反復練習したらそら早くなるわということで、別に何も本質的な、ああ、その頭の良さとか関係ないってことが分かったんで、別に入学もせずにですね、えー、苦悶式のかん 簡単なメソッドだけ覚えてですね、必算やったら全然勝てたんで、あ,あ、もういいや、ていうことで、くもん式を忘れてしまったんですけれども、まあ、たまたまですね、その、検討者のですね、編集者のみのわこうくんが自分の息子にですね、えー、の、えー、くもん式の宿題をやらせたらですね、えー、全然その、え、宿題をやらないということでですね、どうしたらいいんだみたいなツイートがあったんで、くもん式なんかやる必要ねえよっていうような話をしました。これはまあ、どういうことかっていうと、えー、つまりですね、その、 例えば、クラスでですね、テストの点を良くするとか、なんか入試の計算スピードを速くするとかですね、そういうことには当然役に立つんですけど、そんなのもう必要ないじゃないですか。そもそも計算機があると、パソコンがあると、コンピューターがあると、スマホがあると。えー、そんな時代にですね、自分で計算を速くする必要なんか絶対ないわけですよね。 で、それによって、なんか自分は中途半端にですね、勉強ができる気になって、勉強が好きになって、頭悪いのに勉強頑張っちゃって、えー、全然結果が出ないっていうことにもなりかねない。なんで俺は基本式でこんな頑張ってんのに、えー、ダメなんだと。いや、それはだって、本質的な、えー、勉強のやり方を、 勉強のやり方をですね、工夫できる頭を持つとか、そういうことに対して訓練をしてるだけではな、なのではなくてですね、これ単にテクニックを教えてるだけなんで、えー、まあ、早く走るテクニックを教えてるようなもんですよね。でも、その理論が分かってないと、あるいはその、早く走るための理論を考えられるような子供でないと、これからですね、 えー、社会が変革してる時代にですね、必要なくなるわけですよ。計算のスピードなんかコンピューターが早いに決まってるわけだし、人間が、人間しかできなかったような複雑なあ要素を、えー、含めたあ計算的なものも、もう AI の方が早くなっちゃうわけですよね。で、そんな時に人間が必要とされるスキルって何なんだよと。 物事を本質的に考えられる能力だったりとか、あるいは人々とうまくコミュニケーションする、えー、人間になることなんじゃないかなというふうに思います。つまり、そんな、えー、要は計算が早くなるテクニックとかですね、そういったものをですね、教えるような塾に通うよりはですね、もっとみんなと遊んでですね、 えー、仲良くなるスキルを身につけた方が全然いいんじゃないかなと思います。特にですね、僕、学習能力の低い、えー、子供たちにですね、勉強を教えてもですね、伸びはほんとちっちゃいんですよね。能力高い人って伸びしろも大きいんですよ。だから要は、伸びし、くも式やってることって伸びしろが小さい人に、なんか、フェイクで、えー、ちょっと、 あの、学力がついたように見せるような感じのテクニックを教えてるに過ぎないんで、昔は役に立ったかもしれない。例えば工場のライン工だったり、スーパーのレジ打ちだったり、そういったものが早くなるようなスキルを教えるような塾で、昭和にはすごい役に立ったのかもしれないですけど、今の世の中ではあまり意味はないのかなというふうに思ってますんで、僕は、僕のこれは見解ですけれども、なんか子供たちに ええー、なんか何習わせたらいいのか、なんていうふうに思ってる、えー、おあの、親、ごさんたちはおお、親の方々はですね、苦問式は行かなくていいのかな、っていうふうに僕は思っております。ええー、まあ僕がですね、親だとしてもですね、なんか苦問式に通わせてんだけど、宿題やりたがらないとかですね、それは当たり前だよ、だってつまんねえもん、あんなの。あんなつまんねえことをですね、いやいややらせる親なんか、マジで最悪だと思います。 まあなんかもうすでに通わせてて、危機として、え、解いてる、やつがいるかもしらんが、それは、その子にとって、いい将来はあまりないと思うぞ、っていうふうなことだけは言っておきたいと思います。僕はこういうふうに考えて、そういうふうなことを言っております。別にあの、えー、クモも式のネガティブキャンペーンをやりたいわけでもないし、えー、なんかクモン式のライバルからお金をもらってるわけでも何でもありません。これは、僕がもし、えー、そういった、 なんか小,小学生とかの子供がいたとして公文式に通わせるかっていうと絶対通わせませんっていうだけの僕の個人的な見解でございますということでいってらっしゃいさあ津田アンプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題そして動画も見放題ということでいってらっしゃい no, no,